本日ご紹介させていただきますのは SH モンスターアーツシンゴジラ2016夜間戦闘バージョンをご紹介したいと思います。こちらの方がフロントになっております。レフト、バック、ライトで、フロント、トップリード、ローリードになっています。それでは開封の方をしていきたいと思います。ではこれを開けていきたいと思います。蓋はね、もうセロテープとかがついていなくて、そのまま外れるような形になっていますね。で、このような形に入っています。まあ、ブリスターの方がこちらの方に一つ入っています。で、あとは、塗装が映らないようにビニールシートの方が引かれています。これをもう取っていきます。尻尾もビニールの方がかぶせられています。取り出してみました。ではこちらの方、むちゃくちゃ綺麗ですよ、実物で。これは、レッドクリアの上にブラックの方を塗装されていると思います。ちょっとね、顔をアップで映してみましょう。レビューされた人の評価を見ると、口の方の歯の並びの方が良くないっていう風に言われてる方いましたが、うん、これはね、でも、あえて歯の方を、歯並びの方を悪くしてるんじゃないかなと自分は思います。結構ね、こういう言い方したら悪いですけど、原爆とかの、やられた形の、造形をしているっていう話を聞いたことあるので、で、開けたばっかりなので、尻尾の方も、やっぱりまだ硬いですね。でも今後、やっぱり尻尾の方も柔らかくなってくるんで、もうこれはもう重力の加減で仕方ないかなと思うんですけど、すっごく綺麗な赤色です、これ。見てください。これむちゃくちゃ綺麗ですよ。うん。まあ、この後、ファーストバージョンのシンゴジラの方と比べますが、まあ、今、開けたばかりなので、足の方は全然緩みはないですけど、まあ、これはね、何度も言いますが、劣化してきた股関節の方は緩くなるのは仕方ないですが、すっごく綺麗です、これ。で、これ、もしどこかで、定価で買えるのであれば、ぜひ、定価で購入してもらえたらいいかなと思います。むちゃくちゃ綺麗ですね、これ。ほんと綺麗ですよ、これ。で、でかいですね。このね、上から撮ったこの尻尾がむちゃくちゃ綺麗です。このね、尻尾の先端までがレッドになっていますね。これはむちゃくちゃやばいですね。存在感あります。この口閉じた感じ、かっこいいですね。斜め横でもかっこいいです。まあ、これがフロントです。で、レフト。で、バック。バックのこの尻尾の方も、顔になっているかどうか、
で、先端外してみましょう。先端外して。顔になってるかどうか。まあ、今回のこっちの方は微妙ですね。これが顔に見えると言えば見えますが、この、やっぱり、シンゴジラの尻尾が、ね、やっぱり、ポイントになってくるので、これがね、ほんとゴジラですけど、独特のゴジラですよね。で、こっちがライト。長いですよね。もう、尻尾だけで蛇に見えますよね。で、もちろん、もう一度、フロントです。すごいかっこいいですよね。ほんと長い。独特のかっこいいですよね、これ。放射熱線がね、これについていてくれるともっと良かったんですけどね。こんな感じです。まあ、次回は、ファーストバージョンとこちらの夜間戦闘バージョンと比べてみたいかなと思います。本日ご紹介させていただきましたのは、SH モンスターズシンゴジラ2016年夜間戦闘バージョンをご紹介させていただきました。自分的には満足度はこれは10ですね。久々にかっこいいモンスターズだなと思いました。で、箱もやっぱりむちゃくちゃかっこいいです。本当は、自分は箱も芸術品だと思っているので、これはね、すべてにおいても満点です。